プラットアコーは兵庫県アコー市にある商業施設 JR アコー線番州アコー駅に直結しており番州アコー駅の整備に合わせて2000年12月1日に開業したアコー駅周辺整備株式会社によって運営されているプラットアコーシネマはプラットアコーの2階にある映画館である全3スクリーン計345席を有する スクリーン1はデジタル 3D 上映が可能である。運営は鳥取県倉敷市で倉吉パーアップルタウンシネマエポックを運営する有限会社大京工業。ビル内にある映画館としては天井が高く奥行きも深いとされる。兵庫県姫路市から岡山県岡山市までの地域にある唯一の映画館である。1960年のアコ市には映画館として 新興会館、マス館、アコウ東映、アコウ宝塚劇場、三笠館の5館が1980年のアコウ市には映画館として赤い東映の一館があったが、やがてアコウ市から映画館がなくなった。2000年12月1日、プラットアコウの開業と同時に、プラットアコウシネマが開館し、アコウ市に約30年ぶりに映画館が復活した。初日には、 ゴジラメガギラス G 消滅作戦、ダイナソー、バーティカルリミットの3作品を上映した。ありがとうございます。